皆さんこんにちは。再び日本第一党中村和弘でございます。今回はですね、私が今までこの政治というもので中で一番多く訴えているのが保守からのあるべき福祉、そういった政策のことを多く訴えております。そしてその中にはもちろん自助、共助、公助、そういったお話も多くしております。今日本第一党といえばこちらにもありますように非常に多くの場合ですね、外国人生活保護であるとか問題、そういった問題を取り上げる政党だとそのように言われております。それは事実なんです。何としてもこの憲法上ですね、日本人を優先させなければならない、日本人が最も大切だということは絶対に守らなければならないことなんです。しかし本日私があえて皆さんにお話をしているのはこの外国人生活保護を例えば廃止させるということはこれ今の政府の場合日本人をそのままその救うということにはイコールではないということを考えてほしいということです。よく我々の中で話すときに外国人生活保護1200億円と話します。じゃあその外国人生活保護がなくなったらその1200億円が日本人に使われるのか、この2つというのは実は別々の問題であるということなんです。もう一つあります。外国人の健康保険問題、留学生問題、そういう問題もそうなんです。例えば外国人留学生に日本からお金を使わなくなったらそのお金がそのまま日本人に行くのか、それは別な問題であるということを皆さんぜひともご認識いただきたいんです。誤解なく申し上げます。この外国人のこの優遇政策に関することは日本第一党として第一に掲げ戦っていく問題です。ただ日本第一主義を掲げる日本第一党にとって国民の生活と安全を守るというのはとても大切なことで同じように大事にしなければならない。ですから時々ですね、外国人生活保護の問題だけをやっていてこれで何かが解決するかといったらこれは別なんです。外国人生活保護問題を解決したところで日本人の補足率、生活保護などの補足率というのは高まらないんです。今の自由民主党、維新、そういうところもそうですが日本人をこれほどまでに貧しくさせた、いわゆる日本の国土は売り、そして日本人をここまで貧しくさせたんです。そんな政府が我々が何かを壊したところでそれを日本人に施すとはとても思えない。ですので日本第一党はこういった問題に関しては常に両立てで戦っていかなければならないんです。今のこの日本代表が戦っている、例えば外国人留学生問題だってそうです。外国人留学生が亡くなったからと、そのお金が今の学生にそのまま使われることはない。ですので皆さん、すべてこの問題というのは外国人優遇政策と戦う、それと同時に日本人のに対する政策を支持していくと。推進していくと、そういうふうにぜひ考えていただかなければならないということなんです。移民問題に関してです。日本第一党、労働移民に対して大反対をしております。この問題だけは両方とも関係があるんですが、労働移民がいることによって日本人の労働力というものが低賃金の国際競争にさらされるのと同じ状態になっております。そのために搾取する側としてはより安いもの、より安いものということで労働移民を連れてきて結果的に日本人の生活を苦しくさせている、そういった事実があります。この問題、労働移民の反対というものは即日本人の賃金にもつながってきてくることです。そしてこの労働移民の戦いというのはこれこそグローバリズムとの戦いということになってくるんです。グローバリズム、自民党を代表とするグローバリストたちは
人物金の往来を自由にして国境も否定をした世界です。それによって日本のありとあらゆる公共財産が外国に流出してしまう。水道も民営化するといって、日本人の水道そのものは日本にあったとしても、その運営権というものを全て取られてしまって、諸外国の例で一度も成功したことないこの水道民営化なども今日本に入ってこようとしているんです。今私が皆様に訴えていること、この日本第一党の政策、そしてこの選挙において挙げる積極財政、すべてそうなんですが、この政策というものは一つ一つ別のものとしてきちっと理解をしていただきたい、そのように一緒に勉強していきたいと、そのように申し上げているんです。これからの日本、先ほども言いましたように外国人の優遇政策のとの戦い、そして日本人を守らなければならないという戦い、そして外国人移民を入れないという戦い、日本の帰化制度をもっともっと厳格にしなきゃいけないという戦い、それらというものは全て日本第一党にとって優先すべき課題であり、では一つ一つを解決していけば同時に解決できる問題かといったら、そういう問題ではないんです。今我々に大事なこと、外国との戦いというのは自民党との戦いです。日本の貧困との戦いというのは自民党との戦いだということを皆さんよくご理解していただきたい、そのように思います。今この日本、世界第3位の経済大国と言われております。ほんの少し前は2位でした。それがここまで落ちたんです。今一人当たりの GDP なんていうのはものすごい低くなっております。そして日本ではもう5人に1人の子どもが貧困状態であるとか、約半数の母子家庭が貧困状態であるとか、そして老人たちは苦しい生活を強いられ、子どもたちは教育機会の均等化もなされていない。その中で、さらに我々の労働、仕事のものを奪うように、労働移民を入れてきました。これはどういうことなのかと。これは自由民主党が我々に対して、もう日本を守るという気がないよという宣言なんです。グローバリズムとの戦い、そしてさまざまな問題との戦いというのは、皆さんが一つずつ学んでいかなければならない。そして議員たちが、候補者たちが言う言葉、一つ一つに耳を傾けて選んでいかなければならない、大変深刻な問題です。今日本というものは戦後最大の危機を迎えている、戦後最大の危機を迎えていると言っても過言じゃないんです。どうやったら投票率が上がりますかという質問が来ます。これは国が危機である、国が戦争状態であった場合というのは通常は投票率が上がるんです。じゃあ私が中村が戦後最大の危機であると言いながら、なぜ投票率が上がらないのか。これはマスコミが今の現状を正しく我々一般庶民に伝えないから、マスコミが今の日本の状況というものを隠し通しているんです。ですからまたここで戦いが出てきます。日本第一党、マスメディアとも戦わなければならない。右を見ても左を見ても後ろを見ても敵だらけ。その中で日本第一党が飛躍し、そして皆様と共にこの日本を直していくには、皆様一人一人が強い心を持って日本第一党を支持していただく、それしかないと思います。これからの多くの選挙に日本第一党を出馬します。その中で日本第一党の議員を多く輩出していく、
果たしていくということが、この日本にとってどうしても必要なことであるというように強く強く皆様に申し上げます。本当にありがとうございました。